ズルブルできました。いやー、附近種的高麗菜，每天给高丽菜听唱歌吗？用音乐栽培的高丽菜，可以给我听一首歌吗？耶！哦，就没有回去。好啊，我们帮你测试一下，你爸爸日文还记不记得？我是马里果，你是？对呀，是你，我看了，我看你的那个 IG 啊。哦，真的吗？对呀，真的。对，是马里果。哎，有遇到粉丝了。你好。你老公？对，他是我老公。我没有看过他，他是日本的朋友。こんにちは。来来来，哎，不好意思，我俩在在乌鲁木齐。乌鲁木齐。我不会讲日语呀。有事讲吗？还没。刚刚生的。刚刚跟你儿子买高丽菜。卖多少？50块。太便宜了。太便宜了。120了。谢谢，ありがとうございます。谢谢大哥有关注我。哎，不给你喝，要给我喝的小米酒。原住民のお酒。小豆の言葉でマフェは美味しいの意味。いただきます。麻烦，但是酒量应该没那么低吧？是吧？喝一杯就没有毛了。子犬。この犬も原住民かな。あなたは原住犬ですか？表演が始まった。特技。特技は睡眠。是在卖东西吗？可以。香港的餐厅都被冲毁了，没有办法进驻，那就是做不到的概念。哦，真的很漂亮哎，很有特色哎，这样子，这样子，阿总，鼓掌。三キロぐらいに行けそう。ジェリーは無理だな。私が飛び込もうって思ってた。これが相続の原住民の衣装。色合いとかさ超可愛い。这是真的小米，是你拍的。小米了。你是阿公哦。你是阿公？我是阿公，我是阿公了呢。真的？对呀，我64岁。64岁，对，64。皮肤也太好了吧！哇！早上抓到的，我抓了两倍呢。这样子稍微练三练三只。想太多。ちょっと届いてるやん。素質があるかもしれない。じゃあイノシシを借りに行こうか。どこに住んでたじめん工作。あお。今天是放假吗？没有啦。今天要上班日哦。自由。大雁にやってきました。めっちゃいっぱい鹿がいる。本来有很多鹿的地方嘛。以前很多，现在是。被杀光了，然后重新复育。所以你们原本有要打鹿啊？打鹿啊？哦，没有装饰，是杀鹿啊！一天会。攻击的，对。要抓在手上啊，它不会咬你呀。好啦。来。啊。要玩它了。好啦。好啦好啦。私持ってないよ、ないよ、ないないない。はら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 。哇，好现实哦，没人就走了。真的，没人就走了，没人就不理我。もう次の人が来たから。アーリーさんといえば列車？え、製造日本だって。1982年ってジェリーが生まれた年じゃん。八の字の形の線路を通っていく世界でも類を見ないループ線だって。懐かしい。何年前だ。あ、你好。はい。好久不见。对呀。好久不见。昨天更新。
店长拍照哦。啊，对。瘦一样一样瘦哎、欸。我告诉你们，你们先去外面坐，我弄随便弄一个我们这边家常的菜给你们吃，对，方便就好，方便就好，比较有像家的感觉，我好不好？对啦。啊，めっちゃ美味しそう。いただきます。龙须菜。龙须菜っていうの。牛のひげ。牛のひげか。美味しい、超新鮮。本当にありがとう。美味しい。啊，哇，很多。哎、欸，都是我们现在自己种的青菜。对，我们两个人吃的完吗？好好，大家都没变呢、欸。这个、啊。对啊、哦，我们大家都没变。你老婆是冻龄，冻没有吗？那静静，你也没有变呢。有啦，变了。康康哥也没有变呢。你看你老婆。缘分。那时候胶原蛋白。那时候在我不认识他。你还不认识他？嗯，那时候。那时候我们还认识。对，那时候还没认识。才认识的啦。もうなんかあったかくて泣きそう。まだ台湾来て2年ぐらいの時にこのアリさんのレイリーの紫富士のイメージキャラクターの撮影で初めて来た時にこちらの関空の民宿に泊まらせてもらったんだけどさ、その時でもすごいよくしてもらってマリコメイメイって。で紫富士の下で願い事をすると叶うかもしれないみたいな話があって、じゃあ台湾でいい人が見つかりますようにみたいな感じで言って、その後初めて来たから。私が登場した。みんな覚えててくれて嬉しいね。応援だ。なんか泣きそう。嬉しいね。7年前にも連れてきてもらった竹林が神秘的に茂る緑のトンネルにやってきました。マイナスイオンたっぷりで歩いているだけでも癒されます。桜も見えました。いつまでも色あせない思い出。カメラだけが変わったかな。霧の中安全運転で向かったのは、じゃあいいのお店ってさ大きいよね。でかい。観光バスから降りてきて、円卓囲んで10人、20人ぐらいで食べれる。じゃあいいといえば、カオジン、ホジン、アンジン。オンアクエ、オンザイジ。オンザイジ、超でかい。2人で食べきれなくても持って帰ってゆっくり食べよう。めっちゃ美味しそう。カリカリ。ちょっと皮がカリカリ。そう。日本にカオジンって少ないね。私は鳥ですよってやらないと。頭つきで。食べるよ。心を込めて食べる。はじめまして、サーゴユト。じゃあコラーゲン揚げているから香ばしい香り。サーゴユトの関東是什么？它是用那个猪大骨去熬煮。豚骨だ。然后有沙茶。沙茶。对对对，沙茶。サゴイトとジローファンは友達かも。ジローファンと合いそうだもん。ちょっと香ばしいネギの香り。この揚げネギ、台湾料理の魂だ。今もなく元々台湾人食べてた。ただわさびの使い方がちょっと違うかも。わさびって生の食べ物の消毒用のやつって言われてる。辛いというか刺激だから罰ゲームに合うよ。台湾式消毒わさび。ただね、ここの夜市は1週間に1回土曜日しかやってないんだって。今日本当にさラッキーじゃない？ここの入り口がもうかっこいい。ゴー。この烤肉が美味しそう。全部焼肉の匂い。本当だ。スイカ。スイカの皮がめっちゃ並んでる。すげえ。こんだけ使えましたよ、スイカみたいな。ちゃんとスイカだよって。臭豆腐だ。え、でも台北って書いてる。台北の台北から来たんだけど。なんかデザート食べたいね、やっぱ。お腹いっぱい。夜市デザートを探そう。またカオロー食べれるの？食べる。カオジあんなに食べたのに？食べる。わ、美味しそう。唐揚げ美味しそうじゃない？タイヤあるよ、ラオデンだって。30年。30年と書いても一年しかやってないから。計算すると2、3年しかやってないから。レンコンのデザート？どういうもの？
食べてみる。ちょっと待って、私たちのさ、胃のさ、余力がそんなにないじゃない？だからもうこれっていうのを決めてから食べようよ。ピザを専門店だ、すごい。あ、いちごだ、サメだ。あ、リーゴアチョウだ。お、カニ、すごい、カニ。北海道。北海道、こんにちは。おお、大杯小杯。小杯でじゃあ、どう考えても。10元しか変わらないよ。いや、聞かなくても、あれは金の問題じゃないでしょ。なんで急におばちゃんの生活になるの。台湾人はコスパが大事だから。小鮮草、小的。对，一个一个，一个，对。来，公鸡让你背点拼音。汤圆。汤圆，嘿。藕音，这个是什么 ？Q 音。Q 音，好吃。看看 QQ。好。哎 ，OK， 我是日本人。对呀，台语台语不好。哦，你国语足够的呀。不行，不行，日本人。哎，不行，台湾人。那台湾人。那星期六以外有在其他的地方开店吗？拜四漳州，拜三台湾港，那拜四柳营。台湾国。明天到眉山，要不要去眉山找我？我在那里等你就好。哈哈哈哈哈。那明天早上去。今天吃完就要回台北了。那等你帮我过吗？过，谢谢。过两百，我只包三年啊。啊，好。谢谢，サービス，谢谢，拜拜。さて、本日のラスト。デザートはじゃじゃーん。日本の人はもしかしたら何この黒いのって思うかもしれないけど、もう黒い謎のもの、この中にピーナッツと、このサオシエンサオ、センソウ、冷たいとゼリー状なんですけど、温めるとトロトロの液体になるんです。で、この温かい液体の中にタピオカとかお芋で作ったお餅とかお団子とかを入れていただく。そして最後に入れたピーナッツの食感の違いを楽しむデザートです。寒くなってきたから、このね、あったかい、これはセンサーって薬草だよね。いただきます。めっちゃもちもちしてる。台北と一緒？もっともちもちしてる。そうなんだ、おでんだからね。あとこのさ、ゼリーさ、早く熱いうちに飲まないと、ちょっと冷えてくるとちょっとね、固まってくんの、ちょっとゼリー状になってくんの。ジェリーになっちゃう。じゃあ早く食べてよ。皆さん、さっき入れたの全部もちもちじゃん。でももちもちだけど、最後に入れたピーナッツが食感の変化をもたらしてくれて美味しいの。このジャーインのプーチュー夜市は土曜日しかやってない夜市なんですけど、ここで出してるお店の人たちが毎日違う場所でお店を開いてる。夜市好きなんだ、台湾は。毎日やってる連続ドラマで夜市人生ってあったよね。やっぱそれぐらい台湾人のさ、生活に根付いてるんだな、夜市は。わー、カギ犬楽しかったね。人がめっちゃフレンドリーで、すぐ話しかけてくれたりとかさ、その人との触れ合いがもう本当にあったかくってジーンとしました。しかもカギ犬こんなに広いんだっていうのが、アリスさんから戻ってきて夜市も行って、移動も結構あったりとかして、今回回りきれなかった部分がたくさんあるので、また来たいね。絶対来よう。台北に戻ろう。まだ3時間運転します。でも3時間で来れるから、またすぐ来よう。わかりました。じゃあ帰ろう。